マイクラ建築コンテストどうなったやろう。プレイ。こういうの、はい、写真撮って、はい、ほらどこかわけのわかんないところに。はい、どうも皆さん、マグリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、週末数世界でございます。イエーイ。こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中の人マグリー以後お見知りよろしくお願いいたします。そんな自己紹介も終えたところでですね、今日は覚えていらっしゃいますかね。一番直近で言うとアスレチックね、作らせていただきましたね。こちらの世界ではこっちにですね、私名指しでね、リクエストしていただいてるんですよ。かといって私の掲示板に来たわけではないんですが、もう勝手に返事をね、横にね、置いちゃったんだけども、これも作っちゃおうぜということなんですよ、今日。ほいでね、ちょっと、ここに実は、ね、ポテトがあるっていうことをね、知っちゃったんですね。やってまいりましょう、ターン。今日からはもうベイクドポテトだ。なんかもう私が持っている、建材をね、いろいろと駆使して、ちょっと奇抜な感じで、作れればいいんじゃないかなと思ってます。使えそうなやつをね、しこたま引っ張り出して。まあ、建築コンテスト、そうだそうだ。ちょっと冒頭でお話ししましたが、マイクラ建築コンテストとか、なんかちょっと、あれらしいんだけども、うちの師匠がね、勤めておりますので、何とぞ、マイクラをやられている方はですね、参加されてみてはいかがでしょうか。いまいちわかってないんだけど、結局、例えばですよ。こういうのを、はい、写真撮って、はい、マインクラフト建築コンテストってあげてもいいっていうことなのかしら。どうなんだろうか。7月の下旬か上旬かなんかに、結果発表がなされるので、いつまで、募集は行われてるとか、今のところ私は情報として、いただいておりませんのでね。まあ、皆さん参加してみてください。はい。それではね、早速作っていきましょう。ここのスペースの中でってことでいいから、要するにこの水のところでね、作っていけばいいと思うんですよ。うるせえ。止めてやったぜ。教会ということでね、皆さん。まずはね、柱をね、立ててこうよ。後ろ側が出てて、上に十字架があって、みたいな。まあだからちょっとこう、あ、怖い。なんか怖い。あー気持ちいいな、じゃないの。出たいんでしょ。ちゅうか出たくないの、そこから。ねえ。これ水に落ちるとすげえ鬱陶しい感があるから、先に、もう先に床作っちゃった方が楽だと思うんだ。おーい、はいはいはい。もうイメージ湧いたでしょ、これ。ここは壁じゃん。ね。で、ここが、この辺に、要するに、司書、あれが、初見台みたいなのがあればいいんじゃないの？教会ってことは。違う？違うか。教会ってことはあれか。醸造台か。っていうか、ブレイズロットないから作れないんじゃないの？あくでまだ？いいね、いいね、いいね。いいね。お立ち台できた。ここでね、あれしてもらえればいいんだよ。お祈りよ。そういう場所だから。教会っていうのはね、そういう場所だから。お祈りする場所だから。基本的にやっぱお祈りで、飯食ってってるところでありますから。いいね、いいね。ここ扉をつけるから、これじゃダメだね。こうでないとダメだな。ちゅうか、そうなんだよな。福井県と、高橋持ったままだったんだよな。大丈夫かなこれ。今屋根を作ってます。ここが一番高いところでいいと思うんだよな。この上にですね、十字架をね、この部分に十字架を作っていけばいいと思うんですよ。パッと見、ああなるほどなと、どうなっていくんだろうなと皆さん思われてると思います。それは私自身も分かっておりません。すごい勢いとね、ノリでね、まあいつものようにですけれども作っていっておりますので、あっうーっす。現れたな、ぎょうちゃん。ぎょうちゃん、そこまずいんじゃないか。そこまずいぞ。落ちると。これ落ちるとどうなるの？登ってこれない？もしかして。行ってみていい？これ大丈夫かな？マジで俺帰れるかな？やばいな、これ。こっから帰ろう。嘘！すげえところに引っ張り出されちゃった、これ。しかも誰かのブランチマイニングの後だな。え、すげえめんどくせえことしちゃった。ようやく上に登れるポイント。ああ渓谷というか、あれがある。なんだっけ廃校が。おい、帰り道全然ねえじゃん。やべえってこれ。マジでどうしようね、これ。うわー
ね、幸運の高橋あるからこれでなんとか帰れるかな。私が好きな、実況者のお名前も高橋って言うんです。ご存知ですか皆さん。高橋で、あの人かなって分かる人がいれば友達になれるかもよ。あ、推しね、流行りの推しね。私の推しは高橋って言うんです。くっそ、めんどくせ、掘ってやがろう。これさ、結局こういうことをさ、各プレイヤーがやってるわけじゃないですか。そりゃ重たくもなるわなって。どこだここ、ほらどこかわけのわかんないところに来ちゃったよこれ。どこなんですかここな。何、え、リセット、え、ワールドリセットしましたかこれ。改めてこう初心に帰る感じではあるけどな。こういうところに放り出されるっていう何の手がかりもないまま今私は帰ってますが、本当に合ってんのかこれ。帰り、何ここ、やべえ、なんか船だ、ナンパ船だ。おい、今日建築しに来たはずなのに。もう一応まあまあ船があったらやっぱり見に行かないといけないでしょ。もう誰かが見た後かもしれませんけど、見てねえ。あ、もうすでに発見した後だ。なんだよそれ。これ初めて来たところではあるんだけど、一応まあブランチマイニングとかあの辺は地下でやられてたから、そこまで距離は離れてないんですよ。まあでも言うてさ、さっきもさ少し話しましたけど、みんながこんなことやってんだからそれはワールドも重たくなるわなっつって。なんでマグ2のね、マグクラ2020のワールドは軽いんですかみたいなコメントをねいただいたんですけど、全然規模感が違うわ。こんだけ大人数でやってるもん、重たくもなるわって話で。私もマルチやってた時はね結構重たくなってた。重たさの種類がちょっと違ったけどな。ん？なんだあれ、怪しすぎんだろう。おい、何これ何これ、もしかしたらさっきのブランチマイニング会場に繋がってんの？わわ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 。人工物がある方へ向かえばいいわけ。これ絶対そうでしょ。これ目印で置いてんだよ、絶対。違う？あったあったあった。すげえ遠くまで連れてこられたな。あのさ、このワールドが始まった時にさ、領土をもらったじゃない。領土を。無視だもんな。オール無視。全員で無視してるから。僕も含め。だから、重たくなるのよ。何回目けど。この重たさはもう我々に避ける、どうこうできるレベルじゃないですか。はい。なんでそうなったんだっけ？なんでこういう流れになったんだっけ？こうして、で、こうして、で、ジャングルで壁を作りつつの、こういうことですわ。はい。もうすでにそこが十字になってるというね。おいっすー。うるさいよ。うるさいよ。あはんじゃない。あはんじゃない。で、やっぱ教会って、いきなり教会の話に。やっぱりその辺でバランス整えていきたいので、待ってね。ここを、十字架はここに立てるのは変わらんのだが、ここで、ここだよね。ここだよね。中心として。うん。ここにまた、大きめの十字架最後立てよう。よし、形が見えてきたぞ。みんな形が見えてきた。ほら。なんとなくそれっぽくなってきたでしょ。ほら。ええやんか、ええやんか、サイズ的にも。で、外が丸見えになってる方がいいと思うんです。それでこれガラスを設置してるんですけどね。もうそれだったら、それだったらよ。ここも全部、こうしちゃおうよ。ギターガラスは、師匠と、エレベーターを作った時に、作った時のが余ったやつです。で、いろんな資材を持ってきてますからね、皆さん。ここで、なんと、ダークウォークのハーフブロックによって、ここが閉じられることになります。すごいですね。で、端っこはやっぱりそのままじゃ気持ち悪いなっていうことになりましたので、ここは、ジャングル階段で、閉じるっしょ？ちょうどこう、ダークウォークのがあるので、こう、下付きハーフブロックとして、脇潰しも、ちょっと待って、どうしようかな。これで入り口になってんだよな。だから高さ、こっちすごい低いのに、一応、入る高さは作っていくという、ちょっとこう、なんだろう、錯覚的なね。錯覚的な。本当に人が入れるんですか？その入り口は。人が、一応入れる高さギリギリですけど、その先なん、うわー！バカ！福井県！え、ああいうのが日常なんすか？ここでは。めっちゃ怖いんだけど。めっちゃよくないこれ。パシャパシャパシャ。
で、最終的に、まあ、ボンさんとかがここでね、なんかこう、悔い改め、みそぎをね、謝るというか、悔い改めよ。